ついに、クラシック2戦目を迎えますね。ということで、今週末に行われる、オークス、の予想をしてみたいと思います。現状の予想オッズでは、比較的、割れているように感じますね。人気が一頭に集中しないのは、今年の G1 の、特徴と言ってもいい気がします。その中で、枠順発表前ですが、現時点での予想を、していきたいと思います。まず、一頭目です。サークルオブライフ、です。桜花賞では、伸びない外を回されたものの、最速の上がりを使って4着まで来た点は、とても評価できると思っています。勝ち馬はもちろん強かったですが、この馬自身も、負けて強し、のレース内容だったのではないでしょうか。オークス、になり、東京コースとなることで、あの長い直線で、末足が活かせれば、今回は勝ち負けできると思います。昨年も、ユーバーレイベンで制した、ミルコ騎手に、期待したいと思います。続いて、2頭目は、スターズオナース、です。桜花賞の、最後の直線で、束にぶつかられて、振りを受けつつも、それを割って伸びてきた勝負根性が、とにかくすごい。今回、ルメール騎手に乗り換わりとなるが、NHK マイルカップでは、ファインルージュに騎乗し、2着に来るなど、調子が上向いてきていると思うので、ここで今年の重賞初制覇となるかもしれませんね。それでは、3頭目です。ベルクレスタ、です。桜花賞では、7着という結果でしたが、それでも、勝ち馬とはコンマ2秒と、差のない競馬をしていたと思います。左回りコースでは、4回走って4回とも3着以内と、実は左回りの方が、得意なのではないかと思っています。上がりの足も使える馬なので、今回は左回り、かつ、広い東京コースで、昨年のダービーの、ステラベローチェのように、最後に突っ込んできてほしいです。今まで挙げた以外の馬としては、ルージュエバイユ、アートハウス、穴として、ピンハイ、といったところでしょうか。ルージュエバイユは、フローラステークスで、追い込んできた末足を、評価しています。アートハウスは、事前予想では、かなり評価が高く、確かに強そうではあるのですが、忘れなぐさ賞、勝ち馬と、川田騎手の組み合わせが、去年のステラリアを思い出し、ちょっと個人的ではありますが、評価を下げています。ピンハイは、桜花賞でかなりのタックルをしていましたが、まっすぐ走っていれば、3着あったんじゃないかなと思ってます。懸念事項としては、父がミッキーアイルなので、距離がどうかなと思う部分はありますが、穴候補として狙う分には、いいのではないでしょうか。初めて予想動画を出してみましたが、いかがだったでしょうか。コメント欄で、予想についていろいろと意見をいただけると、大変嬉しいです。ちなみに、NHK マイルでは、ケンちゃんを軸にしていたため、外れてしまいました。ちょっと、前日のメイケイエールの騎乗で、やっぱり疲れちゃいましたかね。最後3着に来て欲しかったです。それでは、ご視聴ありがとうございました。